どうも、おやっとさわです。入江健です。今回は鹿児島市臼杵の人気店ヌードルストア金星さんをご紹介します。何やら麺が自家製麺に変わったり豚骨スープを改良したという話を聞いたので行ってきましたよ。なお、このチャンネルでは鹿児島のラーメンを中心に毎月不定期に2本の宮崎ラーメンもご紹介していますので、チャンネル登録の方よろしくお願いします。それでは最後までお楽しみください。この動画の提供は、濃厚豚骨食べたい人、入江健もお気に入り、霧島市地域一番超濃厚豚骨の店ラーメン王角、鹿児島のうまいよこの一杯に、霧島市で味わう濃厚ダブルスープと自家製麺がうまい進化系鹿児島ラーメンの薩摩のラーメンの提供でお送りします。入江健ラーメンズクラブおよびこのチャンネルはご覧の各店舗様のご協力によりお送りいたします。いつもご協力ありがとうございます。公式クラブ会員募集中です。協賛店に行けば何かしらいいことがありますよ。気になる方は公式 LINE にてお問い合わせください。ヌードルストア金星さん、入江健ラーメンズクラブ協賛店です。クラブメンバー様には何かしらちょっといいことがあります。金星さん、ご協力ありがとうございます。はい、どうも、やっとさわです。入江です。いつもありがとうございます。私は今ですね、国道10号線姶良市方面から鹿児島市方面に向かって走っています。今回お邪魔しようと思っているお店は鹿児島市臼杵の人気店金星さんですね。金星さん、確か1年前にも、訪問させていただいているとは思います。何かね、店主さんからちょっと聞いた話なんですけども、麺を自家製麺に変えたという話も聞きましたので、行こうと思っています。で、金星さん、店主のね、みーさんもね、綺麗で、可愛らしい店主さんで、だけどね、ちゃんとした豚骨ラーメン、なんか男前風のね、豚骨ラーメンのスープを食べさせてくれるお店で、すごくね、僕も好きなお店です。そしてね、みーさんはその昨年やりましたねイベント、ゴートラのお手伝いにも来ていただいてまして、すごくね、親切に、よくお世話になっているお店です。さあ、どんなラーメンでやるかね、楽しみにしながら行ってきます。ていうか、今日めっちゃ天気良くて桜島めっちゃ綺麗なんですけど、はい、じゃあ行ってきます。JR 指宿枕崎線臼杵駅から徒歩1分くらいのところにあります鹿児島市臼杵ヌードルストア金星さんにお邪魔します。こちらが金星さんの発見機になります。今回この中から金星酢ラーメン、トッピングで味玉をプッシュしました。トールさん来てまして、トールさんはクラブ会員でございます。じゃーん、はい、これを店主さんに見せると階段の、あ、階段なんですか。おー、すげー、良かったですね。はい、永遠に何かしらいいことがあります。ぜひ帰ってください。これまた一緒に居合わせたトールさんとラーメンが来るのを待っていると着丼です。いただきますということで、まずはスープから。わ、このスープ、すっげーうめえ。
濃厚でとろみのある形状、しっかりとした旨味、スープのベースは豚骨。以前より部位を2種類増やし濃度を上げたスープ、そこに鹿児島県産の醤油ベースの秘伝の返しを配合。口の中でまとわりつくほど濃厚ながらも後口がいい、めちゃくちゃうまいスープ。そんなうまいスープからリフトアップしていただきたいのは自家製の中細ストレート麺。この麺めちゃうま。ちょうどいいコシとしっかりとしたグルテン感のあるもちもち食感、麺自体が持つ麦のうまみも感じつつスープとの相性が良く、麺がしっかりスープを持ち上げ口まで運ぶと麺のもちもち感とうまみとともに濃厚でコク深いスープのうまみが口の中に広がります。喉越しもいい麺、最初からズルズルといけるうまい麺。そんなうまい麺の後は再度スープを捨てき、この金星さんの豚骨スープリニューアルしてめちゃくちゃうまいよねっていうことを再確認した後は、はい、チャーシュー一口でパクリといただけば、このチャーシューめちゃうま。肉質と脂身のバランスがよく、軽い肉質の食感を接す柔らかい食感、炙りの香ばしさがめちゃくちゃいい感じ。もう一口パクリとチャーシューをいただいたならば、そんなうまいチャーシューと麺、きくらげ、もやし一緒に箸でキャッチして口の中に放り込むと、いやいやいや、これめちゃうま。チャーシューのうまみ、麺のうまみ、そしてきくらげのコリコリ感、もやしのシャキシャキ食感、混然一体となって口の中でふわっと広がってきます。このメンマもコリコリ食感でまたうまいメンマ。ってなわけで、中盤から終盤にかかってもこの金星さんのリニューアルされた豚骨ラーメンにハマりながら没入し、じゃんじゃんずるずるバリバリと麺をすすっていけば、この麺のうまみもう一回確かめるようにすすり、きくらげとともに最後の一口の麺をすすり、スープにしっかり浸した味玉を仕上げにパクパクと一口で食らっていきます。この味玉めちゃうま。半熟具合が固めで、噛めば口の中でゆっくり黄身がとろけ出してきます。さあ、ここでトールさんは退店、またよろしくお願いします。ということでスープを飲み干していきましょう。そんなヌードルストア金星さんのお店の詳しい情報は動画下の概要欄にありますので、ぜひともチェックしてくださいね。そして動画の評価ボタンよろしくお願いします。鹿児島と宮崎のラーメン情報を知りたい方はチャンネル登録をお忘れなく。今回も会員完食です。豚骨スープから改良していき、濃度を上げ美味しく進化したスープとそれに合わせた自家製麺は製麺所顔負けなほどうまい麺。さらに進化した金星さんの一杯を食べに行ってみてくださいね。わっぜ、うまかったです。ごちそうさまでした。よし、ごちそうでした。ありがとうございます。いや、めっちゃうまかった。超うまい。はい。ということでちょっと移動します。はい、ということで、金星さん行ってきましたけど、いや、めっちゃさらにうまくなってました。はい、いやー、すごかったですね。で、どんな感じかっていうと、そうですね、まずはスープから変えたということですね。で、すごい濃厚な感じで、でもそこまでこってりしてないんだけど、すごくこう飲みやすいスープで、若干のね、とろみがありつつ、口の中にスープを含むとね、口の中、そして舌をね、こう包み込むような感じのスープでした。それに合わせた自家製麺、この自家製麺絶品でした。本当に僕ミーさんにね、製麺業できるんじゃねえかって言ったぐらいね、本当にうまい麺で、ちょうどいいコシにもちもち食感で、でツルツルいけるんですよね。で、麺自体のこう旨味のしっかりある麺で、スープとの相性が良くてね、本当にうまかったです。そしてチャーシューも柔らか食感でめちゃめちゃうまいチャーシューでした。最後の味玉もちょっと固めの茹で加減ですけども、ドロッとこうとろっとした感じの味、黄身が出てきて、これもうまかったですね。ブラッシュアップされた、金星さんの豚骨ラーメンめちゃうまかったです。ぜひね、薄木の方に来られましたら金星さんに食べに来ていただければなと思います。それではまた。